アメリカ合衆国のミュージシャン、ロックバンド、ボストンのリードボーカルとして知られた、マサチューセッツ州ダンバーズに生まれる。13歳の時、エドサリバン賞でのビートルズの演奏を見て、ギターを購入。これが音楽との出会いとなる。その後、ダンバーズにあるホットワット社で、コーヒーメーカーの発熱部品の製造に携わっていた1970年に、ボストンの創設者であるトム・ショルツや、 ギタリストのバリーグドロー、ドラマーであるジムマスデアに出会う。当時、彼らはカバーバンドでプレイしていたという、ボストンのリードボーカルのオーディションに合格。ボストンのアルバムではバックボーカルやギター、キーボードでも参加、ハーモニカもプレイしている。ショルツとのコンビで数々のヒット曲を世に送り出した。1994年発表のアルバム、ウォークオンでは彼に代わって、 フランコスモがボーカルを担当したが、商業的には成功しなかった。デルプは、後に、ライブで、コスモとツインボーカルを取ることになるが、コスモは、実に基地い高音パートを担当していたと述べている。また、デルプは、ボストンの元メンバーであるグドローの、バンドリターン2 0でも、リードボーカルを担当しており、近作でも彼と共演している。 後年、デルプは、バンドの活動休止中には、ビートルジェスなるビートルズのカバーバンドでプレイしていた。デルプは、ミック・デルプとの間に二次を設けたが後に離婚。彼は30年来のベジタリアンであり、数多くの事前運動に参加していた。また、2007年に計画されていた、ボストンのサマーツアーの合間に、長年交際していたガールフレンド、パメラ・サリバンとの結婚を予定していた。 2007年3月9日、デルプはニューハンプシャー州アトキンソンにある自宅で死亡しているのを発見された。55歳だった。同日、ボストンの公式サイトに我々はロックンロール界で最もナイスな男を失ったというコメントが掲載された。死亡当日、彼はマサチューセッツ州ソマービルでビートルジュスのパフォーマンスを予定していたが、彼の死を受けてビートルジュスは 今後のライブをキャンセルした。同年3月14日、デループの死因は愛知酸化炭素中毒による自殺であったことが警察から発表された。ありがとうございます。